なぜ、紅白歌合戦は継続すべきか？やめるべきか？視聴者の皆さんの声をお聞きし、ます。皆さん、こんにちは。今回は、日本の年末恒例イベントである紅白歌合戦についてお話ししたいと思います。紅白歌合戦は、私たちにとって、特別な意味を持つ番組ですよね。しかし、最近では、もう飽きたかも。もっと新しいものが見たいといった声も文化出ます。では、なぜ紅白歌合戦は継続すべきなのでしょうか？それともやめるべきなのでしょうか？私たちは視聴者の皆さんの声をお聞きしたいと思っています。まず、紅白歌合戦を継続すべき理由の一つは、その歴史と伝統です。今年で何回目の開催かご存知ですか？実は、今年で00周年を迎えるということもあり、ます。長い歴史を持つこの番組は、日本の音楽界の発展に大きな役割を果たしてきました。そんな伝統を持つ番組をなくしてしまうことは、日本の音楽文化に対する敬意を失ってしまうことにもなるかもしれません。次に、視聴者への情報提供の価値です。紅白歌合戦では、一年間のヒット曲やトレンドを振り返ることができます。音楽ファンにとっては、この番組を通じて、新たな曲やアーティストを知ることができる、貴重な機会です。さらに、出演アーティストの特集や、舞台裏の模様なども放送されることがありますので、一層の興味が湧くのではないでしょうか？また、紅白歌合戦では様々なアーティストが一堂に会し共演します。これによって異なる音楽ジャンルや世代のファンが一緒に楽しむことができるのです。例えば若い世代の人が演歌や歌謡曲を初めて聴いたり、逆に年配の方が最新のポップスやロックを楽しんだりと交流の場としても重要な役割を果たしています。とはいえ、もちろん改善点もあるかもしれません。例えば、出演アーティストの選出方法や演出に関して意見が分かれることもありますよね。そこで、皆さんにお聞きしたいのは、紅白歌合戦を改善するためにどのような提案が。ありますか？です。皆さんのアイデアや意見をお聞きすることで、より魅力的な紅白歌合戦が生まれるかもしれません。ぜひ、コメント欄にご意見をお寄せください。最後になりますが、私たちは紅白歌合戦が多くの人に愛される番組であることを願っています。この素晴らしいイベントを守っていくために、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。それでは、皆さんのコメントをお待ちしております。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。